皆さんこんにちは、チェです。今日はこちらカラーポップから新しく発売されたコレクション、このコレクションの商品を主に、使って今日のこのすごく簡単なんだけれども、結構ね、日頃使わないようなカラーを使うことによってポップなんだけども、でもそこまでうわっっていう感じにならないような、挑戦しやすいような、カラフルアイズをしてみたいと思ってこのルックを作ってみました。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、じゃあどんどん始めていきたいと思います。まずはこちら、マリオバデスクのスキンケアです。フェイシャルスプレー with アロエキューカンバー&グリーンティーですね。これは、セッティングスプレーとかっていうわけではないんだけれども、なんか潤いを与えてくれるようなミストで、お化粧のね、ベースになるので、まずこれを一番最初につけます。セッティングミストとしてもね、全然使えた。使えます。香りとしては、なんかね、キューカンバーなんだけど、なんだろうな、ちょっと乾くときに、若干、なんか若干変な感じがするんだけど、それもねなくなるんだけど、若干一瞬みたいな感じになる。なんかなんだろうな、赤ちゃんのよだれみたいなそんな感じ。はい、じゃあ次ファンデーション行きたいんだけどね、ファンデーションはねこちら、エスティローダーのダブルウェア。私のカラーはサンドっていうカラーです。これはね、夏は結構使うファンデーションなんだけれども、最近結構ね東京暑い日が続いたりというか、暑めかな、もう25度とかいった日とかがあって、なんかねそういう日に使ってました。で、久しぶりにさ、結構こういうカバー力のあるファンデーション、多めのファンデーションつけたんだけど、やっぱりねカバー力あるよね。なんか最近は結構軽めのね、もう BB クリームにも似たようなファンデーションというか、そういう感じの商品ばっかり使ってたので、ナチュラル寄りの肌だったんだけど、ダブルウェア使ってやっぱりなんかフルカバレッジもいいなって思いました。で、ダブルウェア推奨としてはこうやって手でね、こう片面ずつ伸ばして、ちょっとずつ伸ばしてっていうのが推奨されてるんだけど、私はね結構濡れてギュッと絞ったスポンジを使って水分を持たせながら伸ばすのが私はね好きなので、そのやり方でやってるんだけど、ダブルウェアそのままのカバー力を残したいとかっていう人は手でねつけた方がいいと思います。ただすごく速乾性があるので、伸ばす際はね結構早く手早く動かないとすぐセットしちゃうから、でもね慣れたらすごくカバー力もあるし、ロングラスティングだし、いいファンデーションです。じゃあ次、コンシーラー、カラーポップから出たノーフィルターコンシーラーを使ってきます。これね何度か使ってみてるんだけどもね、かなりカバー力もいいし速乾性もあるし、何よりねカラバリがすごい。私が持ってるのはこんな感じ、これだけ持ってるとねお仕事にも本当にね支障ないくらい使えるかなっていう感じで、テクスチャーも好きだしカバー力も好きだし、目の下に使う際は目の下ドライになりやすい人は気をつけた方がいいかなっていう感じはある。でも私は問題なく使えてます。クールウォーム、オリーブトーンっぽいのもあるんじゃないかなっていうぐらい、すごくねバリエーションが多くて、いろんな人が使えるんじゃないかなっていうカラーバリエーションです。で、ちなみに私はライトの20っていうカラーをコンシーリングというよりはもう目の下のねハイライトとして使ってきます。このねついてくるワンド、私はこれお客さんにも使いたいから、実際に使ってない筆で使ってやってるから何ともね肌にのせないからあれだけど、でも手の甲にのせた時はすごくねいい意味でフニフニっていうフレクシブルな感じで使いやすいと思います。本当に少量でかなりのカバー力を発揮してくれるので、ちょっとずつつけるのがおすすめです。ちなみに私がいつも使ってるこのダイヤモンド型のマーブル柄のねスポンジはリアルテクニックスのものです。
い、そしたらエトボスのパウダーをラメールのパウダーブラシを使って薄くねセットしていきます。結構このコンシーラーもダブルエアのファンデーションもパウダーがいらないんじゃないかってくらい私の肌の上ではセットするのが早いし、どちらかと言ったらドライな仕上がり、いい意味でドライな仕上がりになるので、パウダーはね本当についてるかついてないかぐらいの感じで気持ちでセットします。そしたら次眉毛、眉毛は私もこれ結構楽しみにしてる。こちらブラウペンシル、そのままでね、ブラウペンシルの私はこのカラーはハニーブロンドっていうカラーをチョイスしてみました。でまずこっちのねスクリューブラシの方で眉毛を整えます。めっちゃクリーミーだね。テクスチャーとしては、あの私が好きなさヘビーローテーションのジェルブローライナーだったっけ、ヘビーローテーションの柔らかめの芯のやつ、あれにすごく似てます。だからといってそんなにね毛をペタンとワックスっぽくすることもなく、お、いいね。こう一回出したら戻せないタイプのこのカチカチタイプのペンなの、ペンなので、それだけはちょっと気をつけないと、出しすぎちゃった時に戻せないのがね難点かな。そしたら眉マスカラはないので、いつものヘビーローテーションの眉マスカラで整えていきます。はい、じゃあそしたら顔に行こうと思います。顔をね、ブロンザーがないかないので、軽くねウェット&ワイルドのフォトフォーカスパウダーのゴールデンタンでちょっと顔をね引き締めていきたいと思います。使うのは MAC の135番です。これはシュッっていうチークボーンを作るというよりは、若干ねフワッとしたいチークボーンを作る時にすごく向いてるふわふわのブラシです。だからといってねその正確さがないってわけじゃないの。ちゃんとねこう薄くねピンチされてる感じでしょ。である程度コントロールもできる硬さだから、この変な下の方までウィッていっちゃうこともなくて、この毛がねバラバラってなって、これぐらいのでっかいブラシでやるときは結構ね気をつけないと下の方までねブロンザーがわーっていう感じになっちゃうので、でもねこのブラシはそういうことがないので、ほわっとブロンジングしたいんだけどどのブラシがいいかなって探してる人、マックのこのブラシいいですよ。こういうヘアラインとかやるときもすごくねやりやすい。これ私がいつも使ってる140の Sっていうブラシ、あれ私一番好きなんだけども、それと何が違うかというと、こっちの方がねふわふわしてるからより柔らかいブロンジングスラッシュコントワリングができる感じだね。本当にナチュラルにしたい人はこっちがいいんじゃないかなと思う。でもねあっちでもねちゃんとコントロールできるので、そういう意味ではあっちの方がいいかな。140の S の方が両方とものコントロールがあるので、うん。でもこの135番もおすすめです。はい、じゃあチークとハイライターはこちら。はい、これは今回のねカラーポップのなんかバタフライとか昆虫がかあのねポップに描いてあるコレクションがね新しいコレクションになるんだけど、その中からクロックワークっていうハイライターとチークのデュオです。こっちにねティックっていうチークが入ってて、こっちにトックティックトックだよね、トックっていうハイライターが入っています。ピーチトーンですっごい使いやすそうなカラーです。じゃあまずこっちのティックをブラシに取って、おお、すごいね、つけていきます。
あのね、いい意味でそこまでね塗りすぎた感じにならないチークです。目とかリップをカラフルにするから、なんと、なんだろうな、あえてこのチークをミュートダウンするっていう感じの色なんだろうね、これね。すごくね、いいです、いいです、うん、好き。でこのパンの中では結構ねマットに見えるんだけど、仕上がりはねサテンな感じ、結構ねツヤツヤしてます、これだけでも。うん、ちょっとこのピンクっぽいハイライターつけてみようかな。おお、うん、あのほんとちょうどいいピンクっぽいシャンパンカラーね、綺麗綺麗。うん、あ、綺麗です。このねチークデュオ、毛穴がある日はね使わない方がいいね。あの本当にねシマー感があって、ある意味すごくねヘルシーに見せてくれるんだけれども、毛穴が気になる時にやっちゃうとっていう感じになるかも。それだけでもカラーはすっごい綺麗です。じゃあ目元行こうと思います。目元はこちら。はい、今回のコレクションからスーパーショックアイシャドウを私3色だけ購入してみました。まずこっちのね、あのユニコーンっぽいデュオクローム感のあるこのカラーはリップルっていうカラーです。紫とブルーのパール感がいい感じにこうデュオクロームになってて、今すごい流行りのユニコーンカラーね。なんとなく似てるものを言うと、このスーパーノヴァシャドウのフロムザバリーっていうこのシャドウがね似てるんじゃないかなと思います。フロムザバリー結構ね人気色で、結構売り切れてることが多いので、代替えとしてこのリップルをするのもいいんじゃないかなと思います。スーパーショックシャドウはね本当にね使いやすいのでおすすめで、この本当にねゴールド、イエローゴールドかなに近い感じのものがスリーザークラウドっていうカラーです。 There's a cloud だと思ったら Trees a cloud で、最後がこのね、なんだろう、パープルなんだけどちょっとグレープっぽいカラー、これが EXO っていうカラーです。じゃあこの3色を乗せてカラフルなルック作っていきたいと思います。じゃあまずですね、このスリーザクラウドっていうこのかなりね発色のいいゴールドカラーをまぶたのちょっとねこっち側に乗せてきます。すっごい綺麗なカラー、スーパーショックシャドウのいいところは、もともとね質感がちょっとね濡れてる感じ、スポンジみたい、スポンジというかクッションみたいに濡れた感じがあるので、それがねそのまま発色に響いてくれて、こう本当にメタリックな輝きをしてくれる。ただちょっとね時間が経つとこれがね水分が蒸発して縮んできて、その時の発色をなしてくれない時があるので、保管にはね気をつけた方がいいと思います。じゃあ絶対にキャップをギュッと閉めて、そしたら何もついていないブラシを使って若干ねここぼかしてきます。まあ、誰でもできるような簡単なカラフルルックを今日は心がけたいと思うので、あんまりねトランジションカラーのせたりとかめんどくさくせず、まずはここまでこんな感じ。そしたら今回の中でもね私この色すごく好きなんだけど、このリップルっていうカラーを取って目頭にのせてきます。でここの真ん中2つのカラーがこうミートするところ、ミートするルー推しばかよって、ここら辺はねこう上手にボケるようにポン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 叩いていきます。今日やるルックはすごく簡単なんだけども、カラフルだしなんかかなりポップなので、これからのねフェスティバルシーズン、フェスシーズンとかにもいいんじゃないかなって思います。こんな感じ。そしたらこういうディテールブラシを取って、最後にこの EXO っていうカラーを目の下にのせていきます。
で今日使ってるこのカラーとかは全然ね、この目の下結構あのよれてきてもなんか可愛く見えるんじゃないかなっていうようなルックなので、結構ね下の方までいっちゃってもいいと思います。じゃあせっかくだからこのスーパーノヴァの From the Body っていうカラーもブラシにとって、こんな感じで乗せてあげるとね、より輝きが増すね。はい、そしたらアイライン引いていきます。アイラインはこちら、これはクリームジェルアイライナーの中からミスタービンっていうカラーです。ブラウンなんだけどちょっと赤みの入ってるブラウン。お、クリーミーで描きやすいけど、最近使ってるキャンメイクほどではないかな、エテュセぐらい。はい、じゃあさっきの、EXO っていうカラーに戻ってちょっとねぼかしていきます。じゃあちょっとだけテールを足したいので、キャンメイクのラスティングリキッドライナーでちょっとだけね尻尾を足してきます。あくまでもね尻尾を足すようなイメージでつけました。そしたらマスカラとつけまをして戻ってきます。はい、戻ってきました。やっぱりねつけまするといい感じ。そしたら最後か、リップいきます。リップはこちら、これも今回のコレクションからリピスティックのカラーがサイクっていうカラーです。じゃこのままつけていこうかな。うん、すっごい綺麗なテラコッタ。ちょっとだけ境目をぼかしていきます。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、カラーポップから新しく発売されたコレクションでザザッとメイクしていきましたが、いかがだったでしょうか。今日はね、今日も簡単めに仕上げられるようなルックにしてみました。簡単なんだけどエブリデイには使わないようなカラーの組み合わせをすることで、やっぱりポップ感が生まれるし、なんかちょっとね楽しい要素が顔に起こるっていうか楽しい感じがあるよね。なのでこれからのね、さっきも言ったけどフェスシーズンだとか、なんかちょっとね友達と遊びに行く時とかにしたらいいんじゃないかなと思います。エブリデイルック、会社とか学校だとどうだろう、やっぱり厳しいところは無理なのかなって思うけど、すごくね楽しいカラーです。今日使ったもの、初めて使ったもの結構多かったんだけれども、コンシーラーはね、好き嫌い分かれると思います。結構ドライな仕上がりになるので、ドライでカバー力がある仕上がりになるので、そういうのが苦手な人はねちょっとダメかなって思います。でもねニキビとか乾いたら動かない感じなので、ニキビとか隠すにはすごくいいんじゃないかなと思う。うん、あとカラバリもあるので、なんか自分のカラーが見つからないなっていう時は結構ね6ドルかな、5ドルか6ドルぐらいなので、2個ぐらいねその自分のカラーを買って、こう1年通して結構自分の肌のカラーって変わるので、そうするとライトなカラーとちょっとだけダークなカラー持ってるといいよね。混ぜながら年間通して使えるのでいいんじゃないかなと思います。スーパーショックシャドウはね安定の良さでしょ。あとスーパーノヴァシャドウもね、このカラーもおすすめです皆さん。
でね、今回のこのコレクションのリップ、サイクっていうカラー、これもすごくね、ありそうでないユニークなカラーですごく好きです。今日のこのルックにねマッチしてるんじゃないかなと思う。すごくね可愛い。リピースティックはテクスチャーがどれもすっごいクリーミーで、こうやってね塗りやすい感じになってるので、結構自分のバッグに入れたりしてることが多いかなと思います。ささっと塗れるし、すごくねいいです。このチークとハイライトのコレクション、これはねもう一つカラーがあるんだけど、もうちょっとダークな方、そっちの方でも良かったかなとは思いつつ、私よりねダークなスキントーンの人はこれね肌にショーアップしないと思うんだよね。つけてるのかつけてないのか分かんない状態になると思うんだけど、でもねすごく綺麗な、あえて色がそんな出ない感じで綺麗です。でハイライトもこれにマッチしててすごくね綺麗なハイライト。でアイライナーは、今使ってるキャンメイクの方が断然いいかなと思う。そして眉毛は結構良かったんだよねこれね。それで確か5ドルくらいなので、なんか欲しいものがあるときに大量に買っとくと送料無料になるのでいいんじゃないかなと思いました。セールをねポコ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 やることが多いので、そういう時ねめがけて、いつやるか分かんなかったりするんだけど、アナウンスがあったりもするけど、そういう時にねまとめて買えるとすごくねいい商品が揃ってるので、いい買い物できると思います。はい、今日の動画が皆さんの次の買い物のお役に立てたら嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。